ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。なんとこの度ロート製薬の社内で私の活動を発表することになりました。内容は YouTube や SNS について。生意気ながら私が社員の皆さんに講義をさせてもらうんですけど、すっごく緊張しているんですが、こうやって YouTuber をやっている思いや今後の目標について一生懸命お話ししていきたいと思います。そこで今回はその映像を実際にネバ社員のみんなにも見てもらって研修を受けてもらいたいと思います。ですので皆さんメモの準備を忘れずにお願いしますね。それではご覧ください。寒い時期の USB 加湿器神。まずは私の自己紹介をさせていただきます。私ネバセイココロは年齢25歳になりまして、大阪府の堺市生まれです。所属はスキンケア製品開発部兼広報 CSV 推進部です。副業で YouTuber としても活動しています。もちろんこれは会社から許可を得ていて、社外チャレンジワーク制度を活用しているんです。もともと学生時代から YouTube に動画を配信していたこともありましたが、ロート製薬の公式 YouTuber に任命していただけてからはそのチャンネルを削除し一本に専念させていただいております。決して人気がなかったからではありません。 YouTube での活動についてお話しする前に、まずはロート社員として普段どんな業務をしているのか簡単にお話しさせていただきます。それがこちら。スキンケア製品開発部の社員としてのお仕事です。製品のコンセプト開発から始め、自分たちが作りたいものにどれだけ近づけられるかを日々考えています。お客様に届ける上で品質に問題がないかなどを慎重に検討しながら製品を完成させるのが私の役目です。というわけで日々の基本的な業務としてはこういった感じになっています。あ、そうそう、社内で私を見たことがある方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、社内での服装はだいたいこんな感じです。じゃん、どうです？社内で見かけたら気軽にココロちゃん、ネバちゃんって声かけてくださいね。さてここからは YouTube での活動についても触れていきたいんですが、そもそもロート製薬は YouTube の世界に飛び込む必要があったのか、そちらをご説明します。ロートでは社内での取り組みとして副業解禁や CHO チーフヘルスオフィサーの設置、これは社員、お客様、世の中の方全員が健康になれる努力をしようといったものですね。そのようなアクションを取っていました。しかしそれって世の中の方はほとんど知らないですよね。特に若い方、10代から20代といった若年層の方にこの情報を届けるのはすごく難しいことだったんです。そこで出てきたアイデアがロート製薬の公式 YouTuber をデビューさせようというものでした。会社の公式 YouTuber が広報活動の一環として情報を発信することで、まだロート製薬のことに興味がない方にも社内の良さ、製品の良さをリーチすることができるのではないかという狙いですね。そんな時、公式 YouTuber として白羽の矢が立ったのが、大学時代から YouTube で動画配信を行っていた私、ネバセイココロなんです。6月10日、ロートの日に活動を開始して約1年半になります。これまで企業のオウンドメディアといえばホームページと SNS だけでした。そこで公式 YouTuber は新しいオウンドメディアになるのではないかと、そう、第3のオウンドメディアが生まれたのです。ではなぜわざわざ公式 YouTuber をタレントさんなどではなく自社の社員に任せたのか、実はそれには様々なメリットがあるんです。1つ目、ロート製薬の最新情報に精通している。これはそのままですね。やっぱり外部の方にお願いする場合、ロートがどういう会社なのかを一から知ってもらう必要がありますし、何か最新情報が出るたびにわざわざそれを共有しなければなりません。その点社員がやることで最新情報も理解してますから、動画制作にもスムーズに活かすことができるんですね。2つ目、 PR 効果。社員自身が公式 YouTuber になるというあまり前例のない新しい形は、新規性や面白さで話題性が生まれ PR 効果につながると考えています。3つ目、何かと融通が効く。常に社内にいる分コミュニケーションが取りやすいですから、動画のことで確認することや緊急の案件なんかがあってもすぐに対応することができます。などなど他にもいろいろあるんですが、とにかくたくさんのメリットが考えられます。そしてなんといっても YouTube 活動を通して私たちが世の中に発信していきたいメッセージはこちら。このコーポレートスローガンに込められた思いを発信していくのが私の役目だと思っています。最後になりましたが、ロート製薬は世の中を健康にするために常識の枠を超えて挑戦する会社、公式 YouTuber の取り組みもその一つ。私ネバセイココロを通して
皆さんがもっと健康になるようにこれからもお手伝いしていきます。ネバーセイネバー。というわけでご清聴ありがとうございました。ネバセイココロでした。ではここまで聞いていただいて感想やご意見などあればぜひお願いします。本業でも副業でも活躍されていて同じ女性としてすごいなと思いました。ありがとうございます。それはもうそうですね、周りの社員の皆さんが私のやりたいことを理解して応援してくれているからだと思います。あと女性が働きやすい環境になっているのでとてももうそれにも恵まれてるなって実感してますね。撮影や編集はいつしてるんですか？わあ、撮影は土日が多いですね。編集は弟がやってくれることもあるので全部私がやっているわけではないんですけれども、私がやっている時はそうですね、平日の夜が多いです。今後の目標は何ですか？そうですね、もっとクオリティの高い動画を作っていきたいと思います。あとゲーム頑張っていきたいです。 e スポーツのサポートにも関わらせてもらっているので私自身ゲーム上達して弟をコテンパンにやっつけたいですよね。それでは本日はありがとうございました。いかがでしたでしょうか？ちょっと私の喋り方とか表情から緊張してる感じが伝わっちゃったかもしれませんね。でもかなり真剣な話や裏側の話もしていたので私やロート製薬のことをより深く知ってもらえたかと思います。というわけでネバ社員のみんな、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。